はい、皆さんこんにちは。ハートマンヴィンテージギターズでございます。2016年も、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ああ出ましたね。この木ですね、ですね。まあ SG スタンダードです。これ62年生ですね。はい、でスポール SG スタンダードって言った方がいいかもしれないですね。はい、はい、ノットカバー、はい、レスポールおなじみですけれど、はい、はい、もうまあ綺麗です。綺麗ですね。まあ綺麗です。ウェザーチェックは、あ、ウェザーチェック、そうですね。はい、まあ綺麗ですよ。なんすかこれ。はい、エイジド加工ではありません。あの当時のやつです。はい、はい、ねえ、おなじみスイングアウェイプルサイドウェイアームですね。皆さんもご一緒に。はい、スイングアウェイプルサイドウェイアームですね。はい、まあご存知の通り非常に癖のある、アームですね。ビューラーとユニットですね。まあよくね、あのここ取り外しちゃってストップにしてるギターとかもまあちょいちょい皆さん見ることがあるとは思うんですけれど、まあそういう使い方をされている方もねいたりとかしますけれどね。まあピックアップも当然オリジナルですね。あのパフですね。はい、しっかり乗っております。まあフレットナット、まあ当時のままですけれど、まあ、そんなにすごく減ってる感じでもないですかね。はい、はい、大丈夫そうですね。はい、裏見てみましょうか。まあまあ綺麗ですね。はい、綺麗としか、ね、言いようがないんですけれど。はい、ここの、ああ、ね、はい、あ、さすがっすね。さすがっすね。やっぱりアンガス小川はね、ちょっと SG はにはやっぱりうるさいでしょ。ここ、ここがポイントですね。ベビルトオンターと、ネックジョイント部分ですね。ヒールの部分ですね。形がやっぱりまあね、年式年式でその辺の形状って違うんですけれど、まあ皆さんここお好みで分かれるとこでしょうね。まあ、ラージガードの感じが好きっていう方もいらっしゃれば、まあ、この辺の感じがやっぱりいいなっていう方もいらっしゃるんで、まあ面白いところですけど、はい、まあサウンドはねこれ、はい、今日名手が、はい、来ておりますので、よろしくお願いします。 SG の名手を、はい、ちょっとここでね投入したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では気になるサウンドの方を行ってみたいと思います。
そうですね、SG らしいんですけれども、とってもアコースティカルな感じの響きをこう多分このアームがその一因をになってるのかなと思うんですけれども、結構スプリング感というかそういったものがあって、今の SG も現行のやつも素晴らしいんですけれども、それとは違った、カラーというかそういったものをよく感じる答えとなっておりますので、ぜひチェックしてみてください。